はい。長尾隆です。本日もよろしくお願いいたします。さて、さて、えー、シリーズでお届けしている上海電力の件で、えー、あります。いろいろなことが分かって、えー、まいりました。今日のお題はこちらです。上海電力日本に企業内共産党組織が設置されていた。 国防動員法により予備役要員として工作活動義務付け、まあ、これが可能になるわけですね。あのきっちりと裏が取れましたあの間違いありませんでした、まあ、あのお話は以前からあったんですけども、ね、でこれまでの,ちょっと、まああの議論を整理させていただきたいと思うんですが。 いわくに上海電力メガソーラーについてはもうすでに着々と工事が進められていましたこれから始まるところもありますすでに始まっている送電されているところもありますで外資がまあ電力事業者を,社をまあ買収するときには外為法を根拠に事前届出が必要となる で経済産業省が30日以内に、えー、審査を完了しなければならないで上海電力を、まあ、岩国の県ですが RS アセットマネジメントを買収したのは2021年の9月ですから、まあ、事前審査も通過しているともう理解せざるを得ないかあるいは事前届出が出されていないかどちらかなんですねで まあこういった流れの中で1月24日に萩生田経済産業大臣が高橋早苗政調会長の質問に対して国の安全等の観点から厳格な審査を実施していると国会答弁しましたで外為法審査にはおそらく国防動員法によるリスクという概念がないんでしょうねつまり法律はあれとも 運用がずさんでリスクに網がかかっていないという状況があってでこれは以前主張させていただきましたように背景には2013年の対内直接投資促進戦略がまあ影響してるんじゃないかというのがこれまでのことであります。で今日のお題のベースは中国にはまあ国防動員法があって。 中国政府が有事だとも判断すれば世界中の中国人は予備役要員になってあらゆるそこに所属している組織等を戦時下としてまあ合法的に徴用できるという問題であります。で私がですねまあ一番危惧しているのはえ共産党規約及び会社法 まあここに定められているまあ中国共産党企業内組織設置という義務ですねでなんと中国国内あるいは外の企業の70%にー党組織が設置されているそうですで中国というのはその組織の中に中国共産党員が3人 以上いる場合は企業において組織において党組織設置を規定しているとでこの企業内党組織は党の利益を最優先に行動します企業ならその企業ではなくその中の党の利益を最優先するで中国国内の国有企業にとどまらず、えー、民営会社あるいは外資企業 これも権限強化を求める傾向にあって今、中国の国益企業民間企業のまあ収益上位500社中462社に党組織が設置されているつまり設置率はもう92.4%ということですね。皆さんよくご存知の アリババであるとかテンセントとかバイトダンスとか、まあ、こういったところも全て、えー、共産党組織があって、えーまあ、活発な党組織を有する中でこの中国民間企業関係者による日本企業からの技術の接種事案というのも発生してるわけですね。日本企業に勤める中国人が まあ企業内共産党組織を作ることでまあ企業の在中国子会社の経営判断というのが企業内組織によって掌握されてしまってですね企業内で発生した不正事案の把握が遅れある日本の上場企業がですね一部上場廃止の 危機に追い込まれるという事案も過去にはあったようですね恐ろしいことですで従来というのは中国国有企業を主な対象として行われてきたわけですけれどもこれが習近平政権以下にかになって民営企業及び外資企業にも拡大している傾向があるということであります まあ、とにかくねえー、党組織設置がもうさらに進んでですねその権限強化がもう進められた場合外資企業の例えば人事であるとか経営あるいは予算の決定権を党組織が牛耳ってしまって結果的に本国親会社の経営に ダメージが及ぶようなケースが増加するという懸念があるわけですね。でまあ日中間でね人事交流をするっていうのはまあいいんでしょうけどもう我が国国内の日本国内の中国共産党員が増加する可能性があるわけですよこれによって。で在留党員の増加がに伴って我が国の秘密裏に、えー、情報収集等の活動に従事すると。 まあ組織はそういうい組織が増加すするる懸念も出てくるわけですそこで上海電力なんですけれどなんと2017年9月党組織が設立されておりましたでまあ、このように設立されているということ事実、まあ、上海電力の職員っていうのはもうほとんど中国人 なんだと思いますでここで国防動員法が発令された場合彼らは中国の非常時に対応する臨時組織を党指導の下でえ作って工作活動をも始めるということですね。いやまあもう上海電力企業内の共産党組織というのはもうその存在を取得しながらですね 中国の国家戦略実現を目的として活動をしていくわけであります。まあ恐ろしいね、寄生虫のような党組織であります。で、これが上海電力の中に作られたということは、これも以前、上海電力の何が危険なのかというところで、電力の需要と 供給のバランスが崩れればブラックアウトにつながりますよというお話をしました。で、あのまあ国防動員法によるやっぱりこのリスクを経済産業省の事前届出審査の中に見落としていると思うんですね。で、私たちの重要な生活インフラを任せて良いはずが。 あ,ありませんで、えー、リスクを見落としていることに加えて外為法の運用にねその精神が欠落しているともう指摘せざるを得ないんですね予告もなく発電送電をバシャッと止めるそうすると需要と供給のバランスが崩れて周波数が乱れる 乱れれば場合によっては電気が止まるそしてそれに連動してブラックアウトが生じるということが上海電力の周辺にはこのようなリスクがあるその先兵となって働く共産党組織が上海電力社内に存在している。 国防動員法によって予備役要員として工作活動が義務付けられる。え、こういった危機器をですね。皆さんと共有していきたいと思いますえ。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。